戻るぜ。あ、ここか。え、あー、鍵いるんやね。で、こっちにも入れんし、こっちに入れんってことは、ここ一帯には入れんけん。で、チェーンとクラブがないけん、ここも入れない。この正門になんかあるんじゃねえか。ロックされた扉をロック外せば、なんかあるのかな。行ってみるか、ロックされた扉。ロックされた扉、出れんな。あ、もうロックされとね、完全に。もう一回、あっち行ってみるか。もうそれしかないもんな。ちょ、もう出てこないな、ゾンビは。こいつ、まあ、出てきたとしても、こいつらだけやろ。おお、びっくりじゃん。頭ぶち抜け一発やろ。撃っとこう。よし。先に撃っててもダメか。何もない。あー、こっちにもない。会議室。もう一回調べるぜ。お、なんかある。なんかある、なんかある。うっせ。死ね、死ね。もう一発近づけ、近づけ、持ってこい、来い来い来い、この野郎、行くぜ、行くぜ、この野郎。よし、反対おらんか、おらんか、反対はぶっ殺すぞ、ぶっ殺すぞ。よし、生きてねえか、生きてねえか。ちょっとナイフチェックや。死んだか、ちゃんと。よし、大丈夫やな。よし、こっち行けるか。お、なんかあるぞ、こいつ。もっと来たー、ハンドガンの弾。おじさんは、このおじさんは持ってないね。大体これどこ。このおじさん、お菓子食べたかったんや。なんか悪いことしたな。さて、こっからどうする。どこ行く。こいつ気をつけよう。こいつ、おるな、おるな、おるぞ。お、なんやこれ。何？なんか回答で。209109。とりあえず109。おお、なんか出てきた。ハンドガンの弾25発やった。これ何回もいけんの？108は106。はいはいはい、これ鍵的なもん。フィルム。なやこれ。映像されてないカメラのフィルム。ああ、103と2がないな。103と102どうやるってやろうか。どうやるってやろう。無理やろ。208と
おおおなんか来たぜ。おおおお来た。次は何だ。負けろ。おお来た。すま。あーすま。ほら地獄落ちろこの野郎。来いこの野郎。来いこの野郎。ぶっ飛ばすぞこの野郎お前。ほらもう一回来い。来いこの野郎。分かって来いこの野郎。ぶっ飛ばすぞ。ぶっ飛ばすぞこの野郎。ほら。足打ってやる。倒れ倒れろ。よし倒れた。よしナイフでいく。ほらくそこいつ触れ落ちろやろやろ。なんや全然死なんやねえか。おおマジかマジかマジか全然死なん。何やこいつ死んだか死んだか死んだか。こいつケツの穴あっちゃろ。あほら痛えやろ。2回死ねえお前。これよかった。あ、大丈夫か、まだ。舐めやがって。危なかった。弾が欲しい。あそこ危ねえな、マジ。ちょっと遮蔽物を使うぜ、遮蔽物を。あそこ危ねえ、マジ。今どこの、あ、ここか。抜けていくぜ。グリーンハーブ蹴って。やばい。やばいやばい。あ、来た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 。おお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 。そう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 。ああもう頭一発勝ち悪いの動けんやろお前。おい来た。ほらドタマ勝ち悪い。どうや。やばいな。高所になっちまった。つかも。よし。化け物が。さっさとくたばりやがれ。おーし。ナイスー。たまちゃん、たまちゃん。ありがとうね。よし。かまさえあればお前。俺はお前エイペックスでお前鍛えとるぞお前。何回言わせるか。何これ。わかりません。あとできまーす。お、なんじゃここ。なになにここ。ちょっといちいち確認しよう。おいおいおい、嘘やろ。なんだ。ちょっとね、わからんことは逃げよう。一回一回ね、ちょっとここがどこかを確認したいんだよ。あ、3回はいい。ん？鍵あるやん。ナイスー。イエーイ。鍵あっ
よっしゃお前もう鍵テンション上がったけど、バケモン全部ぶっ倒してやる。ほらなんかドタマ勝ち割ってある。来いや来いや来いや、あーじゃねえよ。ほら来い来い来い、この野郎。ほらほらお前進むしかできんねえか、お前この野郎。死んだよな、死んだか。ちょっと一回確認だけするぞ。確認だけしとくか。よし死んだ。よしよし行きましょう。こいつも死んどるよね。よしよし大丈夫。お姉ちゃん、お姉ちゃんかお兄ちゃんか分からんけど大丈夫。ちょっとまあここ大体ここで合っとるっけ。うわ何これ、あーこれもなんかいるわけ。よう登ってきたな、こんなとこ。こっちか。おお、なんかいろいろあるな。ガンパウダーについてのメモ。ハンドガンのパ、ああ、なんかあれね、強くなるやつね。これは知っとうよ。ガンパウダー来たー。オッケー。これ以上持ってない。やめましょう。なんかあるぞ。作戦報告書。9月28日に2時半、戦場者は私を含めたたった4人、武器弾薬の確保の失敗、度重なる異常な戦闘による疲弊と混乱、もう後がない。以前はフィリップス・ジュンさんから下水道の脱出通路にする提案がなされた。ここは美術館時代の隠し通路を使う方法だ。今更ながら私は彼女のアイディアに乗ることにした。確かに隠し通路が現存している保証も、確かに下水道にゾンビがいない保証もない。ただここに死者を待つよりマシだ。わずかな可能性を信じ、隠し通路に関する情報も探ることにする。エドワード・エリオット、サンキュー。新人の初仕事、俺のことや。レオン・エス・ケネディ、機関に重大な特別任務を与える。その恐るべき内容とは、なんと自分の机の鍵を開けることだ。ヒントは6人の先輩のファーストネームの頭文字だ。順番は机の並びと同じにしてある。鍵は机の左右に1つずつだ。両方ちゃんと外すような。まあ要するに仲間の名前を覚えるのがお前の初仕事だけど、成功を祈ってるぜ。スコットの野郎から聞き出すのはちょっと骨だろうんだだろうけどな。優しいブランナ先輩より血の隅に血痕と足書きが残されている。ここに来なくて正解だぜ新米。マービーのことや。え？誰やろ？あ、もう今わからんな。で、とりあえずこう。あ、おん。来た。スペードの鍵。使う。来たか。こっちだ、見てみろ、うん、よかった、無事だったか、うん、知り合いか。あ、クレアだ、一緒に来た。あの場所だったら2階から行け。東だ。先に閉めとるもんね。了解、感謝します、警部。そら入れんよな、クレアも。